ゃあ次の質問いきます。お名前がないんですけども、質問がボレーに入るタイミングを教えていただきたいです。うん、ポーチなもう単純にボレー、うん、ボレーなのか入るとまあ相手が打つ瞬間にスプリットステップ着地して、うん、ネット方向に少し寄る、うん、どんなタイミングやろうね。うーん、状況が難しいですね。まあでも入るっていうことはポーチ気味なのかね。うん、まあ、相手がバックスイングが終わった時ですかね。でもバックスイング終わった時だったら早いんじゃない。早いですね。うん、やっぱロッキングポジションぐらいだね。スイングが加速し始めた時とか、うん、ロッキングポジションが相手がロッキングポジションしたら出る、まあし始める、うん、し始めた、うんうん、だからここじゃ ダメ。あ、そうですね。そのユニットターンした時に動き出したらやっぱりそこからコース変えれるじゃん、うん、相手がだからこうそこからダウンザラインとかだったらこうダウンザラインに向かってロッキングポジションが始まった時に出る、うん、こっから変えるって結構難しい、難しいね、うん、ことをさせればいいわけ、うん、相手に。そうですね、ちょっとこれ7にあのお名前ない方なんですけど、ちょっとロッキングポジションちょっと見て、うん、相手がし始めたらポーチ、ちょっとポーチなのか、まあ、ちょっとボレー、うんうんうん、一回ちょっと出てみて、うん、で、まあ、自分でタイミング取ってもらえたらと思います。そうね、まあだからボレーあってさ、もうダブルスだったら特にあの障害物だから、うん、もうあらかじめいる障害物、うん、だからやっぱり、そのタイミングはちょっと早めに入るというか、ちょっと動きを見せた方がね、うん、あの相手の障害になりやすくて、うん、価値が高まるんじゃないですかね、うん、そうですね、ボレーヤーのね、うんうんうん、相手にプレッシャーかかりますもんね、うん、やっぱ早めに入って、うん、なんかいろいろやってみたらいいんじゃないでしょうか、うん、頑張ってください、うん、次の質問いきます。最高、ありがとうございます。チャンネル登録